はい、こんにちは、レトスの小野です。本日の3問の前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと1日となりました。あさっての21日になると値上げとなります。理解学習を実践できれば宅建試験は1回で合格できる資格です。単に問題と解説を丸暗記するだけ、テキストの内容を丸暗記するだけ、そういった勉強法ではなくて理解までしっかりしていきましょう。これが合格の秘訣です。そしてこの理解学習を実践できるのが個別指導です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。建物所有者 A と借家人 B の間の借家契約において、期間の定めがない場合、 A は B に対して正当な事由があるときに限り解約を申し入れることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。期間の定めのない建物賃貸借では、各当事者は、各当事者っていうのは、貸主、借主ですね。いつでも解約の申し入れをすることができます。ただし、貸主、賃貸人ですね。家主、オーナーって言ってもいいですね。賃貸人は正当な事由があると認める場合でなければ、解約の申し入れをすることができません。よって今回の問題は、正当な事由があるときに限って解約の申し入れをすることができる。これは丸になるということです。これは建物賃貸借のもう基本事項です。期限の定めのない建物賃貸借のポイントは何でしょうか？パッと思い浮かびますか？まず今解説した内容ですね。賃貸人及び賃借人はいつでも解約の申し入れをすることができます。これ一つ目です。二つ目が、賃貸人からの解約の申し入れの場合っていうのは、解約の申し入れから6ヶ月経過後に契約は終了となります。ただし、この場合っていうのは、賃貸人は正当事由が必要なんですね。正当な事由がなければ、賃貸人からの解約の申し入れはできませんので。また、残り2つポイントがございます。この点については個別指導でお伝えします。まとめて学習できる部分は、できるだけまとめて学習しましょう。そうすることで頭が整理されます。ポイントが個別個別に頭に入っていると、つながりがわからず、また忘れやすいんですね。全体像をイメージできないし、結果として使えない知識になってしまいます。だから、個別で覚えるじゃなくて、まとめて頭に入れると。つなげて頭に入れるっていうのが非常に重要なんですね。もし個別にこうやって入れていくと、また全体像がイメージできていない。そうなってくると、過去問とか予想模試の点数だけは40点取れるようになります。これはもう何回も勉強するから、その問題解けるようになるんですよ。また予想模試も、過去問をちょっと変えてるぐらいだから取れるんですよ、点数は。でも、ちゃんと理解できていない、つながりが頭に入っていない、全体像がイメージできていない。これらが原因で、本試験では30点台前半で不合格ってなっちゃうんですね。だから、過去問の点数がいい、予想模試の点数がいいからといって、真の実力がついているとは限らないんですよ。ほとんどの方が、最終的には40点ぐらい取るようになってくるんですね。過去問と予想模試っていうのは。でも、それでもほとんどの方が落ちるんですよ。そうならないための対策として、関連ポイントはまとめて学習するってことが重要になります。それを個別指導は行っているということです。なので、もし関連付けをしながら勉強したい、効率的に勉強したいという方は、個別指導をぜひご検討ください。そして、個別指導の概要については、こちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、問いにですね、宅建業者 A が B を代理して、B の所有するマンション30戸を不特定多数のものに反復継続して分譲する場合、B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは×ですね。B は売り主です。で、A が代理人ですね。で、B さんが A さんに代理として販売を任せたんですね。任せたとしても B さんは免許を受ける必要があります。B はマンション、つまり建物ですよね。これを不特定多数のものに分譲、これ売却してるんですね。したがって、宅建の免許が必要だと。宅建業の免許が必要です。これ、今回の問題、結果として、売り主 B さんも代理人 A、宅建業者 A も免許が必要になるんですけども、この問題は勘違いしている人が非常に多いんですね。で、その原因っていうのは、民法を理解してないからなんですよ。民法と今回の問題っていうのは、実は繋がってるんですね。今回、宅建業法の問題ですけども、民法も繋がってるんですね。
こういった部分できちんと得点できるか、それとも失点してしまうのかで、やはり合否が決まってしまいます。なので、こういった合否の分かれ目となるような問題を絶対得点したいという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。で、問い3ですね。問い3に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録ボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問い3、開発許可ですね。都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として事故の居住のように供する住宅の建築のように供する目的で行う開発行為に対して、開発区域に設置しなければならない公園、緑地、または広場についての基準は適用されない、丸か×かという問題ですね。まあ、これ、問題文が非常に難しくなっているんですよ。何々のように供する。何々のように供する。まあ、これがもう重複しているので、何を言ってるのかわからないっていう方が意外と多いんですね。ただちょっとここまで解説すると長くなりますので、ちょっと今回省略させていただきます。で、個別指導の受講者さんについてはわからない場合言っていただければ解説させていただきます。で、答えは丸です。で、まず、公園等の基準って何なのかっていう話なんですよね。まあ、ここにも書いてある通り、公園、緑地、広場についての基準ってこう書いてありますよね。で、これ何かっていうと、開発区域内にこれぐらいの広さの公園作ってくださいねっていう基準なんですよ。でも、ちょっと考えてほしいんですけども、主として自己居住用の住宅建築のための開発行為なんですよね。つまりこれどういうことかというと、自宅を建てるための開発行為なんですよ。自宅を建てるために土地を工事するって話なんですね。で、自宅用の土地に公園作る人って、まあ、あまりいないですよね。自宅用なんで。だから、公園に関する基準っていうのはありませんよ。必要ないですよっていうことです。したがって、公園などの基準はこれ適用されないんですね。自己居住用住宅の開発行為の場合は、公園などの基準っていうのは適用されないということです。で、イメージできればすごく頭に入れやすいですよね。なんで、まあ、個別指導ではこのように理解しやすいように解説しております。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。あさっての21日になると値上げとなります。理解学習を実践できれば、宅建試験は1回で合格できる資格です。単に問題と解説を覚えるだけじゃなくて、またテキストの内容を覚えるだけではなくて、ちゃんと理解までしていきましょう。そうすれば1回で宅建試験は合格できます。この理解学習を実践できるのが個別指導です。なんでもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。今からであれば、次の試験であなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。